柏村雄作さんの奥さんによると柏村雄作さんは8月18日に失踪して8月21日に須賀川市にある大滝川砂防ダムで車両が発見されたということが分かっています最後に姿が見えなくなったのは矢吹町や旗町です失踪した時の服装は黒の t シャツと黒のズボンです車種は cx 8の白ナンバー白川300や0008だと言います 奥さんによると、18日に家庭内での今後についての話し合いを行い、かなり落ち込んだ様子だったと言います。頭を冷やすため奥さんが家を出た14時30分から17時までの間に失踪したものと推測されています。柏村優作さんは会社員だと思われます。家庭内でどんな大きな喧嘩をしても会社を無断で休んだことはなかったのですが、現在は会社を無断欠勤しているそうです。現在のところ 2022年8月18日の15時38分以降に連絡を取れた人はおらず8月20日の正午に白川警察署にて捜索願いが受理されています大滝砂防ダム周辺砂防ダム入り口付近に駐車スペースあり柏村優作さんの奥さんによると柏村優作さんは 8月18日に失踪して8月21日に塚川市にある大滝川砂防ダムで車両が発見されたということが分かっています最後に姿が見えなくなったのは矢吹町や畑町です失踪した時の服装は 黒黒のの t シャツと黒のズボンです車種は CX8 の白、ナンバー白川は300や0008だと言います。奥さんによると、18日に家庭内での今後についての話し合いを行い、かなり落ち込んだ様子だったと言います。最後に姿が見えなくなったのは、矢吹町や畑町です。失踪した時の服装は、黒の T シャツと黒のズボンです。頭を冷やすため奥さんが家を出た。 14時30分から17時までの間に失踪したものと推測されています。柏村優作さんは会社員だと思われます。家庭内でどんな大きな喧嘩をしても会社を無断で休んだことはなかったのですが、現在は会社を無断欠勤しているそうです。現在のところ2022年8月18日の15時38分以降に連絡を取れた人はおらず、 8月20日の正午に白川警察署にて捜索願いが受理されています。